日本リアリズム写真集団は、日本の写真家団体、略称 JRP、または写真集団。1963年12月27日創立。創立時の会長は、太宰治の肖像写真でも知られる、田村茂。1966年、顧問にリアリズム写真を提唱した、土門健木村伊兵、中島健造が就任。 歴代の役員を藤本48、丹野明、川島博史、秀信さん、中村五郎ら日本写真家協会にも加入する著名なプロ写真家や伊藤とも田中正夫といった著名な写真評論家が務めてきた。書記講座の開催など、更新の要請に力を入れ、1974年、付属の写真学校、現代写真研究所を開設。百七十六年、 1> 第1回公募写真展、出展を東京都美術館で開き、現在も継続。中村五郎、森住拓を発掘した。現代写真研究所からは、佐古川久子、星黒虎の若手写真家を輩出している。また、各地で JRP 塾を開催している。写真作品の創造に取り組む人であれば、プロ、アマチュア問わず加入できるほか、写真に関する。 評論家、編集者などの参加も可能。現在の会員数は各地に800人以上。東京都内に複数の支部を持つほか、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、静岡県、三重県、石川県、岐阜県など各府県にも支部がある。ありがとうございます。